ねえねえ、これ着ようよ。やだよ、やだやだ、こんなの絶対着ないからダメ、やだ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 、ダメダメダメ、俺それダメダメ、やめて、私も来たんだから、お願い、これお願い、だから行きたくなるって言ったんだよ。お願い、お願い来て。やだよ、今日チケットあるかないかもわかんないのに。お願い。やだよ。お願い。逆。なんだよこれ。これ逆。お願い、いやだよ、行きたくないよ、もうお願い、熱出てきた、あ、いいじゃん、かわいい、かわいい、いやこれ部屋着だもん、これこれいいじゃん、部屋でいるんならいいよ、これこれかわいいじゃん、いいじゃん、ちっちゃいもんってツンツルテンだよ、全然ぴったりだよ、やだやだ、いいじゃん、変だもん、あなただって、これで一緒に行こうよ、いやだ、ディズニーはみんなこういう格好してから大丈夫、あ、いいよ、じゃあ私はこれで行く、うずろで行くことは私は別に反対はしない よ、 お祭り、お祭りがある、私もこれで行く、今からディズニーに向かいます、イエーイ、念願のディズニーだー、楽しみだね、はい、楽しみだね、まあね、約束してましたからね、そうですよ、念願の、しかも今日は11月の21日、はい、結婚記念日の前の日です、なんでですか、はい、なんですか、なんで笑って、いや、そうだねと思って、結婚記念日に本当は行きたかったんだけど、うん、あなたお仕事入ったってね、急に言ったからね、そうそう、本当は明日行く予定だったんだけど、仕事が昼から入っちゃったから、そしたら奇跡的に前日が空いてたんだよね、2人とも、まあ奇跡的でもないんですけど、ね、なんで奇跡的じゃない、結構空いてたりするじゃん、だから念願のディズニーに行きますけど、あなたはパーカーを着てくれないか、私だけ一人でミッキーのパーカー、いや、パーカーはだってもうね、先ほど言った通り、あんまりだって野球のユニフォーム以外お揃いを着るっていうことがあんまりないので、でもいいじゃん、別にさ、ディズニーに行けばみんなあの格好してるから、ディズニーに行くまでそういう人いないでしょ、いるよ、だって車の中じゃん、だってほぼ、だから、じゃ、だから私は一応持ってきたから、着替えようね、ディズニーに着いたら、それで2人でお揃いの、私がまずやりたいことは、まずお揃いのパーカーを着て、あの耳を買います、でもカチューシャだと頭が痛くなっちゃうし、最近は寒いから、なんかバケットハットみたいなのが売ってたから、それ買おう、今でも課金制だから、課金制、そうそう、あの並ぶから、並ばないで乗るには課金するしかないんだって、今だけど、私は絶対にスプラッシュマウンテンとスペースマウンテンと、あとはレイジングスプリッツも乗りたい、で、あとはカリブで休憩して、で、ミッキーの音楽会でも休憩して、で、あとあれも乗りたい、ジャングルクルーズ、全然もう何話してるか分かんない、何年ぶりディズニー、何年ぶりかな、いや、あのね、5、6年かもうちょっと前かな、最後アフターなんとかみたいなの行って、アフターシックスね、その時間より遅く、本当は9時ぐらいまでやってるでしょ、あれ10時かな、その日7時までですって言われて1時間しかないですよみたいなんで、それでも行った思い出が、アフターなんとかがなんか早く終わるっつって、たまたまその日で、それが最後、一瞬だけ行った、誰と行ったの、お友達の人と、お友達、お友達の人、怪しい、お友達じゃないでしょ、お友達ですよ、怪しいな、そ
それが最後。え、男友達？男に決まってるじゃん。じゃあもうおじさん2人でディズニー行くってこと？お友達って言っても同級生のお友達ばっかりじゃないでしょ。何人かよ。へえ。おじさん2人でお友達とじゃないでしょ。何人かで行こうみたいな話になって、へえ、まあ5年前だったらちょっと気持ちも若いか。だって今お友達と5人でディズニー行こうって思う？55歳で。いやだから男ばっかりじゃないよ。ああ、そういうことね。そりゃそうでしょ。私はね、2年前ぐらいかな。誰と？秘密。教えない。それもクリスマスだった気がする。ちょうど2年前。だいたいそれそうよ。クリスマス前後とかね、正月とか。いや、3年前か、あれは。もうそんな経ったんだ、あれから。ジャンボールミッキー、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 ジャンボール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 ミッキー、ヘイ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 。どうも皆さん、いらっしゃいませ。ミッキーマウスです。今日は良い子の皆さん、コロナ禍も明けてクリスマスへ向けてミッキーマウスがやってくる。ねえ、そんな声じゃないし、ミッキーがコロナ禍でとか言わないから。え、今日は皆さん、ようこそ東京ディズニーランドへ。湾岸をぶっ飛ばしてきた方ばっかりかな、それとも舞浜駅からリムジンバスで来た人たくさんかな。ようこそディズニーランドへ。ミッキーマウスです。でしょ。そんなこと言わないよ。何ミッキーマウスですって自分でミッキーは言わないよ。何舞浜駅からリムジンで。あー、ディズニーだ。あれシンデレラ城じゃん。あれディズニーホテルだ。ディズニーホテル泊まりたい。お願い、人生で一回だけディズニーホテル泊まりたい。お願い。いや、あの、家からそんなに遠くないんだから近くに泊まる必要ないでしょ。いやでもディズニーホテル人生で一回は泊まりたいもん。私泊まったことないでしょ。はい。あのホテル泊まりたいな。じゃあ分かった、来年の私の誕生日ディズニーホテル泊まる。もうあなたね、もうそのね、なんかそういうのやめて。4月4日はもうプロ野球が開幕してるから。なんでよ。じゃあ私のいい誕生日。いや、ちょっとまあそこは本当に。もう着くじゃん。そうだって。近っ。楽しみ楽しみ楽しみ。もうか。みんなディズニーじゃん。じゃあ。みんなディズニーじゃないよ。じゃあ何食べるか決めよう。お腹すいたくない？お腹すいた。じゃあ何食べる、まず。でもね、あれは C か。カレーが美味しいんだけどね。私ね、一時期 C ばっか言ってたの。私ね、年パス持ってたから。年間？うん。俺が、カープの年間シート持ってるのと一緒じゃないの？そうそう、年パス持ってた。年間シートっていくら？年間パス。10万とか。10万。わかんない。私もらったんだよ。誰にもらったんだよ。なんか景品かな？景品？なんか、なんでもらったかわかんないけど、マコも持ってて、よくマコと言ってたんだよ。マコ誘えばよかったじゃん。じゃあ確かに。でもやっぱ今日は結婚記念日だからさ、2人で行きたいじゃん。だっていっぱい並びたいじゃん、2時間。いやもう並ぶの嫌だよ。私絶対並んでても乗る。ダメダメ、もうお金払ってでも、もうやめよう。そういうなんかさ、お金持ちみたいなことする。お金持ちじゃないけど、タイムイズマネーでしょ。時間をお金で買えばいいんだよ。並ぼうよ。並ぶ、じゃあ1個並ぼう。1時間ぐらい楽しいじゃん、並ぶの。1時間もなんで並ぶんだよ。だって楽しいじゃん、喋って。あれさ、並んでる人見てもさ、そんなに喋ってないよ。みんなゲームやってたりするよ、下で。私もそうだった。でもさ、初めてのディズニーはさ、ちょっと並びたくない？並びたくないよ。1時間ぐらいさ、なんかおしゃべりしたいじゃん。なんの？日常会話。日常会話してディズニーに来てるんだから。確かにね。でも今日は夜はご飯に行くからね。夜は7時からご飯を予約してるから、あんまり長く今日入れないから。俺ね、高校の時に修学旅行で来たのよ、うん、
それディズニーランド1年目か2年目なの。ディズニーができて1年ってこと。うんうん、すごっ、すごいね、生きてるね。でその時に踊ってるお姉さん見て、なんか多感な時期だから、うわいいなーって思ったの。エロい目で見たんだ。エロい目というか、お姉さんが踊ってて、すごい華やかな、セクシーだったんだ。うん、私多分ね、初めてかわかんないけど、なんか意識がちゃんとあってディズニー行ったのは確か10周年とかだったんですよ。ああ。で、お土産も買いたいな。お土産って誰にお土産買う？ジェンさん、わかった。じゃあお互いにお土産買おう。大丈夫よ、そういうことしなくて。大丈夫。お土産交換しようよ。それかお揃いの目の前で見るんだ。じゃあお揃いのキーホルダー買おう。いやいや、もうちょっともうキーホルダーとか、なんか身につけるものはもう大丈夫。私帽子は絶対買うよ。帽子なんか買ったって、どうせ西野家に行くんだから。うん、でもまた行くときに被ればいいじゃん。いやもういい、無駄遣いやめよ。私が買うから、買ってあげるから。お願い、帽子とパーカーだけお願い。行ってきます。到着。結局来てくれなかったね、あなたは。行ってきます。はあ、お疲れ様でした。なんと残念なことにチケットが売り切れでした。さ、チケット購入してないでやっぱ無理なんだ。無理だよ。やっぱ経営だって当日券絶対あるって言ってたじゃん。いやだってこういうとこって大体まあ売り切れるんだろうけど、当日券って若干出すんじゃないのかなと思ってて。でもなかったね、当日券。入り口まで行ったのに、荷物検査まで突破したのに行けると思った。荷物検査突破できるし、しかも駐車場代だけ払った感じよ。確かに、だってまだ11時に入って1時間もいないよ。本当だ。オンラインではさ、チケットちょっと出てたからさ、当日券とかで行けるかなと思ったんだけど、甘いね。やっぱディズニーって人気だな。甘いことで、甘いことを考えすぎてたよ。あー悲しすぎる。だからな、詳しいから浜口さんとかに聞けばよかったよ。確かに私たちディズニー知らなすぎて行けば入れると思ってた。だからとりあえずディズニー気分味わうためにお土産だけ買ったんだよね。お土産だけ一応買いました。お互いに、1個だけ買おうって言ってね、ボンボヤージュだっけっていう建物のお土産屋さんに行って買ったから、お見せよ。じゃあ何買ったか見せて。私やっぱりクリスマスなんで、クリスマスを。これ何？はい、これ開けて食べよう。もう話してから。食べ物だったの？食べ物でしょ、大体こういうのは。何これ、せんべいじゃん、大量のね。はい、大量のせんべいです。ミートドリアだって。え、これ何？柿の種。柿の種です。これは、あ、ミルクチョコレート柿の種がいい。ちょっと開けてみて。お腹空いたよ。うまっ、これうまいよ。食べてごらん。甘じょっぱい。何も食べてないから何でも美味しいです。だってディズニーランドでご飯食べようと思ってたのに、うん、だから我慢してたのに。ミートドリアだって。ミートドリア風味、なんだろう。これケイからしたら最高だ。わ、ハッピーターンのミートドリア。うまい。うまい。悲しいよ。いや、悲しいよ。これは塩味。ねえねえ、味見するつもりでさ、全部食べないで。これはカレー味。カレー。あはは、うまい。悲しいよ、ディズニーで食べる予定だったのに。はい、じゃああなたは。私が買ったのはこちら、じゃーん。ディズニーのリップクリーム、どれがいい？ベリーミックスの香りか、うん、ピーチの香りか、アップルティーの香りか。カレー。ない、カレーは。じゃあ何色がいい？カレー色。お揃いにしよう。じゃあ私はブルー。いいよ、それはベリーミックスの香り。つけてみて。どう？味する？味する。ブルーミックスの味がする。うわ、めっちゃピーチの味する。じゃあおしまいじゃん、もう。うん、
まあでもこれはね、予行演習ですよ。これ失敗と取るのか、うん、成長と見るのかです。確かにね。ね。成長だね。こんな失敗してる人いない。だから今回は失敗です。大失敗だよ。下調べを全くしてないという。まあでもこれがあるからこそ、ね。リベンジしよう、また。うん、だけど、今年の頭にね、うん、今年1年間何をするかという、いろいろ目標立ってたじゃないですか。うん、なので、ディズニーランドに行きたいというあなたの願い叶いました。確かにね。だけど叶ってないからリベンジしよう。叶いましたよ、もうここ。だって、駐車代2500円払って入ったんですから。あ、もう SD カードがなくなる。はい。タランタタランタタッタッタン。タランタタランタタッタッタン。絶対にリベンジするぞー。ヒエヒエ。